寿司さんありがとうございます。パンさんありがとうございます。ネスタンさんありがとうございます。眉毛が長いな。ふごくんさんありがとうございます。そう、今日ね、私さ、今日マジでめっちゃ勉強してた、宿題してたわけね今日。だからなんかするあれを見失ってなんか忘れてて、いつの間にかこんな時間だった。こんばんは。そう、頑張ってたの。1時ぐらいから、嘘、1時じゃない、12時ぐらいかな。そっから2時間ぐらいずっとやってたんだけど、ちょっとね、集中力切れちゃって、休んでまたやって、休んでってね。宿題終わんない、まだ全然終わんない。なんか前は社会の歴史をやってたんですよ、歴史の宿題を。そうそう、歴史の宿題を前やって、そのやっぱ歴史ってなんか、まあスマホで調べたら出てくるじゃないですか、大体。だからスマホでめっちゃ調べてたんですよ。なんか1900年何があったとか、これがあったのはいつか、鎌倉江戸幕府いつとか調べたら出てくるじゃないですか。なんかそういうのでずっとやってたんですよ。なんか しかも教科書にもまんま載ってるからね。でも地理はちょっとひねったやつとか感じだったから分かんなくて、全然。でとりあえず今は理科しました。理科をして、でも理科って言っても理科の宿題全部終わったわけじゃなくて、その理科のも一部分が終わったみたいな。なんか問題集があって、その理科が終わったよみたいな。でも問題集と別にワークもあるから、ちょっと頑張らんといけない。数学は一番最後でいいかなって思って、正直。うん、でも国語をして英語するか、でもなんか最終手段はまあ答え見て写すなんですけど、宿題ネクネクってめっちゃされましたね、今日って絶対ダメてか私ね、もらってない宿題あんの、なんかもらい忘れてる宿題があって。そうそう、だからどうしようと思って、でも学校も閉まってるしなーとか思って、これでもどうやって言い訳したらいいのかなって思って、まだもらってな、まだってかもらってなかったのでできませんでした。でもさ、なんかさ、それをじゃあ分かった、あげるから提出してっていうのか、じゃあその分はいいよとかになるのか、それとも何日までにやってきてとかなのかさ、分かんなくてさ、なんかね、なんかその分ってどうなのかなっていう。
国語と理科がなかった。そう、少し1個ずつぐらい。ちょっとね、ワークもあるから、ちょっとワークはずっとサボってたんでさ、いっぱいありますね。もらわせてもない、あーしない。なんかその一つがどんくらいその成績の点数に入るかによって私はちょっと決めたいんだけど、そう点数がねどんくらい入るかによって、なんかそんなに関わらないならまあみたいな。はしもっちゃんさん、ありがとうございます。そう、先生にまあテストのあれはテストの点数がなくてもやっぱね、提出物出すだけで変わっ、なんか私が出してない人みたいな、なんかじゃあ提出物出すとやっぱね、その分だけでも成績上がるかなみたいなって言われました。しかもなんかあれなんですよ、中3の2学期ってまあいなんか高校に提出される成績が1年生と2年生は3学期の期末、3学期の成績が全部高校、その受験する高校に送られるんですけど、やっぱもうあの3年生は2学期が提出されるらしくて、なんかちょっと頑張っちゃおうかなとか思って、そうやるのめんどいんだよね。でももしくはちょっとめんどいよね、集中力痛感し。どうしようかな。なんかさ、もう嫌なんだよね、宿題すんの。終了目標は10日かな、までに終わらせたいなって気持ちはあるけど、でも10日って意外ともうないよね。今3日だからあと1週間か、いけるかな、クマすごい、いけるかな。そうだから、バッとめてバーってしたいんだけど、もう集中が続かないわけ。なんか理科とかさ、社会とかさ、なんか何わざわざ教科書開いてやらないといけないのがめんどくさくて、なんか何ですか、もう問題しかないじゃん。だから数学はなんか公式が上に書いてるんですよ。そう、なんか上にちょっと簡単な解き方みたいなのがあったり、まあ、国語は別に見なくていいし見るあれじゃないじゃん、そもそもが。で英語もなんかそういうちょっとどういう感じか、まあ、なんとなくさ、なんか書いてるから
社会に出るかってね、本当にあの私がこうやって頑張って教科書ペラペラしないと絶対見れないから、わかんないから。悩みどころ。でもさ、なんかさ、結構待って、提出日には提出日、提出日、まず始業式に出さないといけないやつはもう全部出しちゃおう。始業式、待って、理科が2学期最初の授業だって、嬉しいね。始業式、あーでも始業式が多いね。ってことはどっちみち終わらせないといけないってことか。理科以外か。どうしよう、ちょっと優先順位考えよう。なんか社会さ、なんかそのワークを 2,3 回、なんか本当はなんかもう本心にそのまま書き込む系だから、社会の宿題がなんかそう、本心に1回だけ書き込む系の宿題やつなんね、社会の宿題。でもそれを2回3回して、それなんかその、まあ、証みたいなのをあのその何ワークに挟んどけばなんか成績アップみたいな、評価アップって書いてて、絶対さめんどいじゃんそんな。だからもうやめよう。待って、でも学校の待って、夏休みの課題については計画的に進めましょう。8月12日までには終わらせるのがベストって書いてた。最悪。12日までに終わらせるのがベストらしいから、12日に、なんか12ってなんかあった気、なんないか、なんか12に、なんか先生たちが勝手に決めたやつで、多分その以降はあれにしようってことじゃない、受験に使えって。マジか、12か、じゃあ12に頑張って終わらせてみます、できるところまで。うん、勉強漬けだよ。でもあと後さ、後を考えたら絶対先に言った方がいい、いいっていうのはもうみんな分かってるじゃん。けどできないのが人間なんですよね、それって。私もいつもあの夏休み、始業式がここでして日があったら、1週間前からやばい、そろそろ宿題せないかんで、まあ、ちょっとだけその1週間前にして、で、まあ、その次の日はちょっともうめんどいやってなって、やっぱ毎回頑張ってとか繰り返して、あどうしようってなって、なんか始業式2日前と1日前前日にちょっと頑張り出しちゃうタイプ。
そうだからちょっとね、あ、待って15分だった。じゃあ終わります、終わります。13位猫さんありがとうございます。12位ココさんありがとうございます。11位サイナーさんありがとうございます。10位ちゃんとくさんありがとうございます。9位おすさんありがとうございます。8位さしさんありがとうございます。7位しみしみさんありがとうございます。6位かべちょろさんありがとうございます。5位りかさんありがとうございます。4位ただのさかなさんありがとうございます。3位おたまちゃんさんありがとうございます。2位森翔さんありがとうございます。1位バイケンさんありがとうございます。じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございます。